一号線ホーム二号線ホーム半月同駅は大韓民国テグ公益市中区にあるテグ都市鉄道の駅である。一号線と二号線が乗り入れている。それぞれの駅番号は一号線が130、二号線が230である。駅名の由来はかつて存在したテグで最初のデパート半月道から。一号線は相対式ホーム二面二線、二号線は 島式ホーム一面二線を有する地下駅。一号線用の改札口は一号線ホームの真上に一箇所あるが、ホーム別に分かれている。二号線用の改札口は二号線ホームの真上かつ一号線ホームの北端に位置するが、一号線が相対式ホームである都合上、二号線用の改札口は二箇所存在する。開業当初はホームドアが設置されていなかったが、後に、 両線ともに設置された。改札街は地下商店街と一体となっている。そのため出口の数は23カ所と韓国の駅では最も多い。乗り場の番号は両線ともに存在しない。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。1号線は中央路駅火災により2003年10月20日まで閉鎖された。1号線側出口は 中央台で南門市場の近くにあって市内中心圏と多少距離が遠いので利用率が低く乗り換え通路の真ん中にある2号線側改札の利用率が高い2号線半月道駅は現在2号線の駅の中で最も利用客が多い ABCD1997 から2012半月道駅付近から手具駅まで続く市内一の目抜き通り ショッピングなどを楽しむ多くの市民で賑わう。約800メートルにわたって、漢方薬の商店が連なる通り、朝鮮王朝時代に作られた手具役令誌に起源を持つ。手具役令支展示館がある。ありがとうございます。